なお前。ああ元気だよ。前から元気が取ったら何が残るんや。そうだ、お前から元気取ったら何も残らないよね。え？木金ぐらいかな。木金がちょっと木金ぐらいな。木金って土曜日見てない人は分かんないじゃんか。こっち最近ね、木金を演奏するようになったんですよね。ああ、演奏するぜ。木金、ばっちゃんの木金演奏大会って、木金ね、ここ。うん。毎週木曜日じゃないや、土曜日ね。うん。木金やってるよ。やってるね。木金。見に行こう、ニコニコ動画へ。木金、なんかね、すごい、音が歯切れも良くて、すごいいいんだよね。今でもなんか、ポクポク。ポクポクね。うん。なんと、うんお箱はスペイン、チェックコリアに殺される。怒られる、ね。でも本当実際スペインとか南国に挑戦してますけどね。はい、殺される。でも木金しか残らんっていう人はあんまりだ。うん、可愛さが残る。イエーイ、はい、元気で可愛いばっちゃんです。もうそれしかない、ね、あとはもう医者の名物がしかないよね。まあいいわ、いいわ。というわけで、今日はね、もうサクサク、これサクサクいく、はい、なぜなら今午前4時だからだ。質問入ってる。質問。毎年何年経っても初心者の域を超えないボーカルですね。一回し目は普通に歌いますね。まあ、一回一コーラス目ね、歌う。ね、二回し目でちょっとフェイクして歌うのが関の山ですと。うん。姉ちゃんはフェイクできた。何年やって、フェイクやったらいいよね、まだね。ねえ、かっこええやん。いいよ。うん。だから、でもまあ、二回し目でフェイクして歌うっていう方結構多いですよね。うん。うん、で、あとはアドリブは、ピアニストとかに任して、うん。うん、で、また今度は、ね、最後の、メロディーね、歌って、うん、まあそれも普通に歌って終わりと、うん、そういうのでもいいんですよ、うん、全然いいじゃん、うん、何何、うん、どんだっけ、うん、シャプタプトゥビトゥビタプトゥブーとかやらないとスキャットねいけないっていうかね、パッパッパレレシャパラパとかありますよね、ペロ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 レロレみたいな、そうですね、まあだからなんていうかな、まあ頭で考えて練習だけで、うん、ちょっと毛色を変えようかなと思ったらちょっとだけスキャット手出すのもいいかもしれませんね、うん、シャパラパパレ、スキャットの本とかね、いっぱいいい本出てますけどね、うん、ピッパカ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 パ、まあそうやね、例えばララバイバードランドとかね、うん、やってますけど、サラボンかな、うん、スキャットやってるから、そういうのをちょっとスキャットの一部分もちょっとね、スキャットしてみると、ちょっとこうね、歌の経路が変わるかもしれませんね、系統がね、うん、スキャット取り入れるのもいいし、それからあとはやっぱし、ね、ダバルビラダルリラダララララダラララララありますね。でもこれはやっぱりちょっとこう、うん、リズムを変えてみるとかね。ララ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 ラあるけども、例えばこういうふうなことをですね、でももうこれでバリエーション3つじゃん、そうそう、バリエーション3つね、これ頭で考えてできるバリエーションですね、はい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 、であとは、ゆっくりだらららスタラルだらららテンポ落としてやってみよう。二人揃って両方とも歌詞がわからんという。ボーカルの方、これもぜひ歌詞入れてやってくださいね。はい、歌詞やってね。そうですね。歌詞を入れて、やってみて。こんな風にスロー、スロー、ファーストテンポ、メディアムテンポ。まずテンポはスローとメディアムとファースト。この3つでね、やってみる。じゃあまあ、これでまず3つのバリエーション。それから今度はリズムを変えてみる。うん、まあ一番手っ取り早く変えられるのがボサノバですね。でボサノバでもやっぱりゆっくりやるのからね。シャバルビダダ
から、ビンダブテンポシャバラバダンバパラバラバダバリラとかね、うん、その次がシャバラバラバパラシャバラバラバパラバラバパラ、あとファンクとかもあるんじゃなくて、これはちょっとあの飛び道具ですね。あのファンクっていうのはちょっとジャズの、スタンダードジャズからジャンルがあのちょっと外れちゃうんですね。そうなんだ。だから もちろんジャズのライブの中でもこういうのも取り入れるのも面白いですけどね。うん、一応質問者さんはおそらく、ね、スタンダードソング、スタンダードチューンということですね。うんうんうん、言ったられると思うんですけども、そんなわけで、まずはリズムを変えてみる。というわけで。それからリズムのテンポを変えてみる。ね、それからちょっぴんちょっとあのスキャットですね。うん、スキャットもちょっと8小節とか、ああ、16小節かな、半分ぐらいちょこっと入れるとかね。うん。うん、16小節ぐらいでいいな。うん、うん。あの、最初はね。うん。で、あんまりスキャットばっかり長くやってもね、まあ別にスキャットやったからって、急にジャズらしくなるというようなもんでもないしね。あ、そうやな。うん。そうだね。だから、モノマネですね。うん、誰かの、いいフレーズを、あったらちょっとモノマネしてみると。うん、柴田孔明モノマネ得意よね。うん、モノマネいろいろありますけどね。うん、うん、ね、まあ、昔も話したがこいつの大橋巨泉のモノマネを見てこいつの嫁はこいつと結婚しようと決めました。もうちょっと今は何年も前の話なんで忘れましたけどもですね。やってくれないの？ここはやるところじゃん。いい、今日はいい、今日はちょっとまだね、質問がたくさん入ってるんですよ。ケチ。ね、まあそんな感じで、まあこのそれでね、ちょっとこうマンネリを打破してはどうかなという、あ、ね、なるほどにね、うん、もう一つあるんです。何じゃ、アドリブがあってのジャズということはですね、大半のボーカルはジャズじゃないってことなんでしょうか。あ、先週そういえばそういうこと言っとったな。そうですね、確かにアドリブあってこそのジャズ。そうですね、インストで例えばインストだったら絶対にね、アドリブっていうのを入れますもんね。あ、でもさ、でもさ、まあこれ話すと長くなるんだけどよ、うんうんうん、ほら、うん、いわゆる、うん、あのスイングジャズとかはあんましアドリブあれへん。ああ、ビッグバンドとかそないけどジャズと言われる。あ、なるほどなるほど、そうだね、さあなぜジャズだ、うん、だからね、あのボーカルのあのインストの場合はもうはっきり区別されてわかるんですけどね、聞いた感じ、うん、あ、アドリブあるないわって感じでね、うん、でもボーカルの場合は非常にこの幅がど急にドンって広くなっちゃう、ね、うん、それこそもうあんまりフェイクもせずにストーンと歌っててもやっぱり後ろでジャズバンドが、あの伴奏してる場合なんかはこれそれはジャズとしてね、ちゃんと一つ の形があるしね、あのジャズとしてあの聞いてるしね、うん、うん、そういう風にね、で片やこっちのサイホプターに行くともう本当スキャットばっかりでほとんどアドリブ歌ってるというね。あ、そうやな、そういうのあるな。シュビーンとかバーってやってて、おお、あ、これもジャズやろみたいな感じですね、うん、だからボーカル場合非常に範囲が広がるね、うん、うん、だからまあそういう意味ではまあそうはね、あのジャズバンドが後ろでこうバックをしたりジャズピアニストがこう後ろでバックをするということも一つの大きな要素かなと思います。わいね、一、うん、つ思いついたんだけど、うんうん、ジャズってね、うん、まあ、定義難しいじゃない、いっぱいね、うんうん、でもジャズっていうのはだからあの、うん、いわゆるディキシーランドジャズじゃないんだけども、あそこら辺の、まあ、いわゆる起源とされてるジャズがあるじゃん、あれを起源としとったら、あれの子子孫だったらもう何でもジャズになるんじゃないですか。なるほどね。だってディキシーランドジャズもあれもジャズだしな。そう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 。で、でディキシーランドジャズを、うん、あのほらディキシーランドジャズが売れるやんか、うんうん、流行ってシカゴに行くやん。おシカゴに行ったんやん。おかしいね、じゃあ。まあね、うん、でね、シカゴに行った後にね、うん、そこであのポール・ホワイトマンっていうクラシックの演奏家がね、あ、こいつは面白いやって言ってね、目つきやんねん、うん、でクラシックのやり方で楽譜にして、うん、あのハーモニックにすんねんな、うん、それで、うん、なんだっけ、シンフォニックジャズっちゅうのを作るわけよ。へえ、それはほう、うん、どういうようなことですかね、それは。だからジャズのね、うんうん、あの和音とか使って、ね、うん、でジャズのリズムを使って、うん、うん、あのそうやな、うん、どんな曲があるかな、うんうん、昔のミュージカルっぽい曲かな、お、うん、ハレルヤとかね、そういうのね、うんうんうん、そういうのをポール・ホワイトマンがやって、それも
だからデキシーランドジャズを先祖にしたクラシックができたわけよ。なるほどね。うん、でダンス音楽として大流行りよ。あ、うん、あ、それもジャズですよね。あ、そうでございますよ。踊れるジャズってことです、ね。そう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 、ね、それでね、うん、あのそのポール・ホワイトマンは例えばあの、うん、あれあの人を捕まえてさ、うん、あのラプソディーブルーを作らせたりするわけよ。あれあれ有名な人ガーシー。ガーシーに捕まえてな、うん、うんうん、ラプソディーブルーを仕掛けてね作らせたりするわけだ。あ、そう、ポール・ホワイトマンという人が作らせたわけだ。そうだそうだ、依頼して作らせたのだ。ああ、プロデュースしたわけね。あ、そうでございます。それがあのラプソディーブルー、うん、だからあれクラシックでしょ、ジャズを使ったクラシック、はいはいはい、そうだね、うん、あのちょっともうちょっとあのクラシックっぽい方よりなわけでございますよ、うん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 、うん、だからアドリブがなくても、うん、デキシーランドジャズを先祖にご先祖様にしているからジャズなわけだ。ああ、なるほどね。うん。でも、うん、その後にほら、あの、ダンス音楽から聴くための音楽になるんだよな、うん、スイングジャズにな。まあ、スイングジャズね、うん。そうね。みんながこう、踊るのやめてね、ステージをこう、眺め始めるわけ、ね、うん。そうそう。だからアドリブはそんなにまだ発達はしてないと思うんだけど、ソロが多くなるよね。うん、あのシングシングシングのジーン・クルーパとかね、うん、ああソロがね、うん、うん、ベニングドマンもいろいろやってるよね。そうそう、あのベニングドマン物語っていうね、うん、映画あったじゃない、うん、あのベニングドマン物語で面白いシーンがあってね、うん、あのダンス音楽でダンスをみんなね、うん、ジャズってダンスじゃない、うん、でダンス音楽でこうダンダンスをビビビビビってしよるところにね、うん、ベニングドマンが演奏しよったら、うん、おこれは面白い音楽だって言ってね、ダンスしてた人が、ダンスをやめてこう音楽を聴きに来るっていうね、うん。あの、あれなんだよね。シーンがあるわけよ。なるほどね、もうそういう音楽になったわけよ。ああ、なるほどね、うん、その時もうアドリブが中心になっちゃったわけ、ね。違う違う、そこそこソロ、ソロとか、うん、あの音楽性とかが中心になったわけだよ。ああ、なるほどね。アドリブ要素ももちろんちょっとはあったけどね、おそらくは、そんなにはしなかったんじゃないですか。書き札しね、全部、うんうんうん、で、そっからはね、お前も詳しい通り、そうです ね、うん、それを聞いたあの、うん、あの人が、うん、チャーリー・パーカーさんが、うん、ね、うん、あのダンス音楽でもないし、うん、サロン音楽でもあれへんわと、うんうんうん、ね、怒り狂って、うんうん、こうアドリブでね、だからあの、うん、一番最初の形のアフリカ音楽にジャズの要素を入れ、ジャズっていうかそうやって発達したジャズの要素を入れたのがビバップっちゅうわけか。ビバップね、かっこいいね、あれはね。そうなの？うん、違う違う、そうなのじゃなくて、それでは君分かってるでしょ。だから怒ってそうやって入れたんやろ？怒って？あ、怒りね。うん、怒っていうかあの、うん、あのだからあの、うん、サラン音楽じゃない本当の、ね、黒人音楽やるぜみたいな感じでね。ね、やったのがビバップでございましょ、うんね、うん、まあもうすぐアドリブやね。でお前らはビバップだから、うん、ビバップか以降のモダンジャズのプレイヤーだから、うん、アドリブあってこそというわけや。ああなるほどね、うんうん、でもアドリブじゃないがね、ね、そんなに重要されないジャズもいっぱいあるわけ、うんうん、まあでもそれでも必ずどっかにアドリブがね、あ、そうね、アドリブの要素、アドリブの要素っつうのがね、うんうん、まあ、必ずでもないけれどもあるし、うんうん、だからあのビッグバンドをバックにするジャズボーカルさんちゅうのはそんなにね、うん、フェイクとかせえへんのんちゃう？するか、うん、実はね、実はね、あれ微妙にね毎回歌い方が違うらしいよ。マジか、うん、僕はあのやっぱりちゃんとね、歌のボーカリストのね、うん、先生のとこ行ってね、いろいろ話伺ってたことがあって、うんうん、あれですか、歌だからやっぱりビッグバンドで歌われる時なんか毎回全く同じ歌うんですからって、うん、そんなことないって、うん、私はこの何十年間も歌ってるけども一日たりとも同じ歌い方をしたことはない、あ、なるほど、ジャズですねというジャズだ例えばシャララバシャバラバラダバラバラジャララララダッタここのとこシャバラバラバルビデタシャバンダラレダレレルルラパパシャバルリルウィーとだったらもうこれで全然違う、ね、あ、なるほどね、うん、
だから、ね、その日の気分で歌い方を変えていいのか。実はジャズボーカリストも微妙なところで、まあいわゆるですよね、アドリブですね、うん、ボーカルのアドリブっていうのがあるんですね。それはフェイクのことか。そうだね、まあフェイク、そうだね、フェイクのことなんだけども、うん、まああの、うん、でもっと深くいこうと思ったらそれでまあスキャットとかね、シャバラバドゥビドゥビダッチブダバシビビドゥバテルディビって、まあこんな感じシビディビダでね、うん、まあこのハニサクルロード行動進行ですけどもね、それをやるとかね。なるほどね、うん、だからものすごくこう最北端でガチガチのアドリブしちゃうか、あるいはもうちょっとこっち側で割とメロディアスな感じで、毎日、微妙な感じのね、うん、フェイクアドリブでね、それをしますね、ジャズボーカルの人ね。なるほどね、うん、あとさ、うん、ジャズボーカルさんってはいつも大変だなって思うのはね、うん、お前みたいな暴れん坊のピアニストがさ、うん、仕掛けてくるじゃん。そうなんですよ。例えばシャーシャーバルバラシャーバルベラシャーバルベラパッパって毎日こう弾いてはいいんだけどね、うん、たまにシャーバルベラシャーバルベラシャーバルベラパッパシャーバルベラこういうなんかねすごくヘッド驚くようなこと、なんかあの気分が良くなってきてパカッね、そう、パキューンとこうね、弾いた時あるよね。うん。その時一緒にパキューンと弾くのがジャズボーカリスト。そうです。その時にね、その時にパキューンと一緒にね、あのポンと乗っかることですね。うん。うん、乗っかれるように、いろんな、テレンテクだってないけども、引き出しを持つということ。ね。あ、こう来たらこっちって。今、いつものと違うじゃん。こいつ、ダメとか思っちゃダメなの？うん、だからまあできれば、いつもと違うじゃん、この人バランスをがって、あの、思わずに、そこを、うん、一緒にね、こうついていくというね。そしたら、インタープレイが始まるわけ。そうですね。インタープレイという言葉があるんですけどね。お互いがお互いを何か仕掛けるんですけども、それに影響を受けて、変わっていくと。素晴らしい音楽が生まれるってわけや。うん、つまり、喫茶店に入って、友達同士ね、昨日は会う者同士でいいですから、話してると、インタープレイですよ。もう楽しくなってきちゃって。あ、気がついたらもう、3時間喋ってるよ。もう帰らなきゃ、みたいな。でも、前がこんな面白いこと思いつくなんてとかあるよね。そう。面白い、この話面白い。それをインタープレイと言います。ね。友達が面白いこと言ったら、こっちも面白いこと。おい、そうなんだわ、と盛り上がる。触発し合うって。そうですね。それがやるのが、ジャズボーカル。ジャズ。かなと。まあ、ジャズボーカルだけじゃなくて、ジャズですね。うん。うん、かなということで。ジャズボーカルさんも乗っかってったら、すごい面白いよね。うん。で、先ほどね、言われたりとか、だけどもちょっとね、フェイクして歌うのがもう関の山ですと、うん、ね、じゃあまあその、フェイクもできればあの決まったフェイクじゃなくて、ね、ちょっとその場で思いついたものをね、ちょっと勇気を振り絞って出してみればどうかなという、ね、うん、だからボーカルさんとバンドさんの関係っていうのは、うんうん、本当歌と伴奏ちゃうねんな、うんうんうん、なんかそんな気がする、うん、そうだね、同系列な、あの同じステージに立ってると、そう思わないと柴田孔明は伴奏にはついていけないね。だってこいつ怖いもん、何しでかすか分かんねえもん。柴田孔明の嫁はいつもヒヤヒヤしてしながら見ている、うん、それは今日も何かしでかすんじゃなかろうか。しでかして失敗することもね、多々ありますからね。よくあるからね。うん、この辺に変な汗かいてね、あ、ごめんねとか思いながらやるんですけど、ね、うんうん、もう参観日、気分は参観日。まあでもそういうちょっとね、まあ、度胸ですね、うん、でもやる度胸。それがね、ハマった時がすごいのよ。ハマったらそこから面白いね。ハマったらすごいのよ。はまらないと怒られまくりますね。あのね、先輩からとかね、はい、昔よく怒られました。でも最近はそんなはまる、あの外すってことないね。うん、まあ年の子ですね。年の子で ね、 ですね、うん、でもやっぱり祝いたいよ。うん、祝いたいね。でもそのはまった瞬間っていうのがジャズなんやろな。そうなんやろね。うん、そんな気がします。まあでもいろんなね、それはジャズやる方はいろんなスタイルでやってはるからね。うん、うん、そうやな。だから予定調和できちっと行くジャズもあるし、うん、ね、あのもうなんか僕みたいにこうどこ行くか分からんけどもうまくいったとかうまくいった、うん、だからジャズってお化けだからさ。あ、そうだね。うん、うん、そうだよ、うん、いろんなのに化けるよね、うん、そう。でね、ジャズのさ、うん、あのポスター知ってる？あのね、ジャズのね、うん、
どういうんだろう、系列とかそういうのをね、木みたいな形でまとめた、どういうんだろう、ジャズの歴史がこう木になってね、いろんな枝分かれしてね、そういうのね、ポスターがあんねんけどな、すごいよ、ものすごい木だよ。あ、そう。うん、ものすごい木ができてる。ネットであるわけ、それは。ネットでも見れるし、まあ言っちゃえば、神戸ベイズストリートのトイレに貼ってあったな。あ、そう、すごい。あ、あったあった。あれすごいよ、あのポスター。すごいね。ネットでもね、見れるから皆さん探してみて。神戸のね、ベイズストリート、素晴らしいジャズライブハウスですけど、そこのトイレに、そういう、ジャズの、そうそう、歴史の木が貼ってあった。ありました。あれ見たときに、ああ、これジャズは一言では定義できひんわ。だからもうね、ワイワーがジャズってご先祖様が、アフリカの音楽とこう、融合した、移民の音楽、アメリカに移民した人の音楽じゃよ、そこがご先祖様だったらみんなジャズじゃと思う。なるほど、なるほど。でもそう言っちゃえばポップスとかもジャズになっちゃうよね。だからね、ポップスと言ってても、ああ、ジャズじゃないかなっていう場合もある。まあ最近でも本当に今、ジャズの定義がすごくもっと広がってるしね。ねえ、スムースジャズとかね、あるし、ね。そうそう、スムースジャズでしょ、うん。からなったかな、古くはジャミロクワイとかってあれも。ああ、ジャミロクワイ。ジャズというあれに入ってたかな、なんか。うん、入ってた。ジャミロクワイ、ジャズって聞いたことが。あ、そうだよね。うん。うん、で、まあ僕らはスタンダードジャズばっかりやってるから、ね、他のちょっとそういうちょっと何でしょう、今の現代風 のジャズはちょっとまだやったことないんですけどもね、まあ、こういうことなんですよ、こういう状態なんですよ、ジャズ面もいろんなポジションにいるからね、スタンダードばっかりやってるジャズ面もいるしね、でもいわゆるジャムセッション、ジャムセッションでやってるジャズっていうのはスタンダードを基盤にした、あ、そうだね、モダンジャズでございましょう、うんうん、だからアドリブあってこそのジャズなんだよね、まあね、そうだね、ただ本当にだから僕がそれをどうのこうのっていうことはね、言ってもね、なんか、ほんま世界中にいろんな、基準があったり考えがあったりするからね、だからもうご先祖様が一緒だったらみんなジャズって思っちゃう、だからもう今日はこういうなんか漠然とした話になってしまいましたけど、ね、で気分で揺れる音楽っていうのが今はなんかあるね、ジャズっていうのは、ほら、ポップスとかは気分で揺らさないじゃない、ああそうだね、まあコンサートとかではね揺れるけれども、基本的にねレコードと同じようにやってたりしてるよね、結構ロックなんか意外とそうだよね、あんなに暴れてるけどちゃんときちっとなんか CD 通りやったりとか、そうちゃんとスコアがあって、スコアあるんだよね、でその通りそこで決めよう決めないとみんなが喜ばなかったりする、そうそうね、だから、そんな感じかな、だから、ボーカルもジャズでございます。で、揺れろ、揺らせって感じよね。そうですね。こんな感じでどうかな？ね。前らも実際わからんのよ。そうだよね。難しい。ジャズの定義となると難しいけれども、ジャズライブハウスに行ってセッションしますっていう時はそれが基本ってことやな、あ、なるほどね、ビッグバンドのセッションとかないもんね、ビッグバンドのセッションないね、ビッグバンドはやっぱり決まってるよね、きちっとね、アドリブするのは一人一人が8小節ずつぐらいちょっとパッパッとアドリブするぐらいでね、すぐにも元に戻る、キメキメのさ、スムースジャズもそんなないよね、スムースジャズも割とこうちゃんと決めたものを演奏して、まあアドリブはちょこっとだけやってね、決まった、だからやっぱりモダンジャズとかビバップとかね、ビバップジャズが一番激しいね、それが、その辺やね、ビバップジャズがもうビバップジャズもモダンジャズあたりがね、一番アドリブがこうなんだろう、長いっていうかね、そんな感じ。あ、でもあと、そうか、クリームとかって昔聞いてた、エリック・クラプトンのね、クリーム、あれなんかは結構ジャズ的要素が強いね。だってあの人、枯葉やってたじゃん。あ、やってた。あ、でもそれは今の、クラプトンだったね。あ、クリームの頃ね。そっか。ほとんどね、ギターでもかなりアドリブやるよね。だからジャズ的な要素が
あの気持ち、ジャック・ブルースっていう人が、あのジャ、あの元あのジャズベーシストだったね。うん、だからもうね、うん、お部屋に入ってるってわけじゃないんだね。うん、そうだね。うん、もう俺がジャズって言ったらジャズだし、ロックだって言ったらロックなんだよって感じだよ、もう。そうか、難しい。うん。はい。前の木琴はロックだ。あ、君の木琴ロックか。うん。そうか。うわぁ。ロックの魂でジャズを演奏するのだ。じゃあ、そんなわけでした。はい、ね、そんなわけでした。今日もダラダラだ。ねえ。もう一つは忘れてるものがあったけど、いいの？あ、そうだ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 、リクエスト入ってたね。そうですね、じゃあ最後はこのね、リクエスト入ってる曲のアドリブだけでね、終わりますね。これね、The Second Star to the Right。 ピーターパンやん。そうですね、ピノキオって言ったよ。ピノキオって言ったよ。ピーターパンのね、テーマソングですけどね。そんな感じ、もうこいつの人生、そんな人生。言われたりね、右から2つ目の星とか言われたりする曲です。Thank you.